国立研究開発法人理科学研究所は日本の埼玉県和光市に本部を持つ国立研究開発法人。日本語略称は理研。アジア最初の基礎科学総合研究所として1917年に設立された。本所の研究本館1917年に創設された物理学、科学、工学、生物学、医科学などを 基礎研究から応用研究まで行う日本国内では唯一の自然科学系総合研究所である。明治維新後、若い科学者を留学させてアジア最初の基礎科学総合研究所である理科学研究所として設立された。鈴木梅太郎、寺田虎彦、中谷浮一郎、長岡半太郎、佐賀根良吉、池田菊苗、本田光太郎、 湯川秀樹、朝永新一郎、西名義雄、菊池う、になど多くの科学者を輩出した。戦前は、利権コンツェルンと呼ばれる企業グループを形成したが、太平洋戦争の終結とともに連合国軍、最高司令官総司令部によって解体された。1958年に特殊法人、理科学研究所として再出発し、2003年10月に、 文部科学省所管独立行政法人、独立行政法人理科学研究所に改組された。2015年4月、国立研究開発法人理科学研究所に、改称した。対象期の理科学研究所株式会社科学研究所時代の広告1957年第8代までは、特殊法人、第9代からは、独立行政法人の理事長。 筑波研究所バイオリソースセンター各拠点ごとに研究組織を持つ。一般の研究所のように教授職、准教授職などの一般職以外の特徴を以下に示す。フロンティア研究センターはグループディレクター制を採用しており、グループディレクターを中心にして研究プログラムの複数年次にわたる研究が行われている。グループディレクター制とは、 人気付きの教授のようなものであるが、21世紀、COE プログラムのように人事権及び予算権を持つ、科学技術庁所管の特殊法人であったため、主に産業界との連携を重視。そのため、グループディレクターとは、理科学研究所において実施する研究開発のプロジェクトマネージャー的な存在である。グループディレクターがプロジェクトマネージャーならば、 プログラムディレクターはプロジェクトリーダーである。グループディレクターを補佐する複数のプロジェクトリーダーが所属し、各専門別研究テーマを遂行する。本所の人事担当者が各研究所及びフロンティア研究センターから人材確保の要望を受けて、求人を行い、求人担当である主任、またはグループディレクターが面接を実施する。主任や グループディレクターの権限が国立大学等よりも大きく、雇用の可否が主任もしくはグループディレクターの判断によって決定される点が普通の国公立の研究機関との違いである。しかしながら、主任研究員以上の場合には、公募職のため理科学研究所運営理事会の議決をもって行う。一部の研究者及び事務系職員を除いて、大半のものは1年契約であり、 一年ごとに厳しい研究評価を下される。人気性の職員に退職金はない。研究業績が基準に満たされないときは雇用が解消される。一方で年契約のシステムは研究者の流動性を生んでいる。優秀な研究者は利権で研究成果を上げてステップアップを兼ねて他の研究機関に移っていく。一般の大学や大学院と同じ職生と 産業技術総合研究所の職制に該当する職制となっている。事務系職員に関しては、評議官もしくは幹事職相当の職務まである。戦前から伝統的に研究に男女差はないという方針で運営し、現在でも多数の女性職員が在籍している。2006年6月6日には男女友同さんが推進委員会を設置した。吹き以前は、 非常勤職員でも業績を上げると常勤職員へ登用されることがあったが近年では著しく業績を上げてもほとんど登用されず外部への転出が求められる技術系事務系の場合には非常勤職務中に国家公務員試験合格者は自動的に常勤職員へ登用される年に1回和光本庄をはじめとして 各研究拠点ごとに特別公開を実施。和光本所の場合には、科学技術習慣に合わせて実施。研究紹介を行う。2015年3月現在、利権では、もし内部の研究者に不正認定が出た場合、調査費などの経費は、その研究者には請求できない規定となっている。ありがとうございます。